村上光は、日本の造園系地方公務員、京都市に生まれる、大阪府立大学の学部園芸学科を卒業後、長崎県庁に入り、土木部都市計画課で勤務した。1972年に石川県庁に移り、土木部都市計画課や公園力地課長を務めた後、県産人に就任した。県庁を退いてからは、 夕日寺県民自然園園長や金沢市文化財保護審議会委員などを歴任する。また、金沢大学で非常勤講師も務めた。2019年時点では、日本造園学会石川県連絡会顧問、石川県文化財保護指導員の役職に就いている。2005年に、第27回日本公園緑地協会、北村賞を受賞した。ABCDEFUNU? イアズ・アウ・生物文化多様性シリーズ後、金沢の、庭園がつなぐ人と、自然国連大学サステイナビリティ高等研究所、石川、金沢、オペレーティングユニット、神樹の森田より、第39号から、社窓学会、北村賞受賞者一覧日本公園緑地協会。ありがとうございます。